そういう普段の生活の道具、道具的なものを結構作ってるんですけど、そういうのは高く売れないんですよ。例えばお皿を作って作品でボンと出すより、皿を作ってそこに穴をいっぱい開けて手間を余分にかけるのに、それが石鹸置きになったら石鹸置きにそんな高いお金出さないですよね。なんかそういうね、芸術品にしやすい食器と、いやもうそれは道具だよ、道具だよ、普段使う道具だよっていうのが分かれるんですよ。で僕はね、そういう道具に、なんかそうやって誰も作らないそういうものに、なんかこういうのがあったらいいのになって、自分の生活の中で使いたいもの、そういうものを、いっぱい、チャレンジしてきたんですよね。日本の中でも一番焼き物が盛んなところで生まれ育ったんですね。で、家の、家業も、問屋さんをしてまして、焼き物のそういうところで育ったんですけど、もう若い時からこう西洋への憧れが強くて、まあ、音楽も、美術も、西洋から、学ぶというような、西洋人ではなく日本人であると。で西洋の文化芸術に憧れを持っても、やっぱりそれは西洋のものであると。だから日本人にとっての美術とは何だろうかということを考え始めて、それが20代の後半なんですね。まあ、茶道を習えば、ただお茶の入れ方を学べるだけではなく、建築とか、お庭とか、書とか陶芸、料理、もうありとあらゆる文化芸術、まあ、総合芸術と言われているので、日本の文化が茶道からほぼ学べるのではないかということで茶道を学び始めて、で茶道にはその仏教思想が入っているので、それで、インドに、まあ、最終的にはチベット仏教にを学んで、それで、まずアジア人としての思想をそこで固めていこうという。日本の美術工芸の教育は、まあ、さっき言ってたように明治時代にヨーロッパから取り入れたものをずっと教え続けてるんですね。でやっぱり送り手の文化で、その自己表現、自分を作品で表現する、でそういう作品って大抵すごく立派な、これどうだ見てくれすごいだろうっていう、それに対する僕らはその反骨精神というか、いやそれは違うんじゃないかと。でそれは何かというと、やっぱり生活に必要なものを作らなきゃいけない。まあそれ確かに素晴らしいものかもしれないんだけど、生活からどんどんそれはもう離れていってしまったと。それを僕らが、取り戻そうと言って、今から30年前ぐらいから、生活に必要なものを作ろうという、まあ、運動ではないんだけど、そういう作家がポツポツと現れて、まあ、僕らのようになったと。我々はもう一回生活にそれを還元、戻そうと、そういう、まあ、運動的なことをしたんです。そういう違う分野からやってきたってことは、逆にその技術や考え方を学んできて工芸能に入ってきてるから、そういうセンスや感覚が生きて、多芸多趣味がその中で生きている。でその時にかつこういう対抗弱説っていう精神が彼らの中に入ってるから、そこにあんまり技術とか素材感とかアイデアを盛り込みすぎると、使う人が その中に入り込めない、余白が残されてないんですね。でそこに余白があれば、例えばこれをこうトレーにすることもできるし、ここにケーキを盛ることもできるし、ここに余白があればいろんな使い方ができるじゃないですか。10人の人がいれば10人の使い方ができる。そういう余白を残しておくためには、この対抗弱説でなきゃいけないよね。
多分ルーツをたどっていくとやっぱり中華圏の文化なんですよね。老子、老子ってわかります？わびさびも実はそういうところから来て、ただそれをこう育んで一つの文化として完成させたのは日本だと思うんですけど、東アジアの人たちの思想とか生活とか文化、そこから見た観点で僕らの作ってる工芸とか美術をもう一回捉え直すことが必要だと思っているので、そういうそれに関する展覧会をやっていきたいなと思っています。